フィリップ・グラスはアメリカ合衆国の作曲家。その音楽はしばしばミニマルミュージックと呼ばれるが、グラス自身はこの呼び名を歓迎していない。グラスはメリーランド州ボルチモアのリトアニア系ユダヤ系一家に生まれ子供の頃からピーボディ音楽院でフルートを習った。ジュリアード音楽院に進み、そこで鍵盤楽器を主に弾くようになった。卒業後、フランスで ナディア・ブーランジェに支持し、ラビシャン・カールと共に働いた後、グラスは主に宗教的な動機から北、インドへ旅行し、そこでチベット難民と出会った。1972年、グラスは仏教徒となり、ダライ・ラマ14世に面会した。グラスはチベット問題に強い関心を持ち、チベット難民を強力に支援している。アメリカに帰国したグラスは、 ニューヨークでタクシー運転手をしながらラビシャンカールと共に仕事をしインド音楽の徹底して加算的なリズムに影響を受けた。このことで彼は以前のミヨーやコープランド風の構成を離れ、不可的なリズムとサミュエル・ベケットの影響を受けた時間構成に基づく簡素で禁欲的な作品を書き始めた。ベケットの作品に対してグラスは 実験的演劇のための作品を描いている。伝統的な演奏家と演奏会場に共感を見出さなくなったグラスはフィリップグラスアンサンブルを結成し、主に画廊で演奏活動を行うようになった。こうした画廊はミニマルミュージックと美術運動であるミニマルアートが実際に出会う唯一の場所であった。グラスの作品は禁欲的な構成から 次第に複雑なものになっていった。そして、グラス自身の見解では全くミニマルミュージックとは言えないものになっていった。こうした傾向は、12部からなる音楽、ミュージックイントゥエルブパーツで頂点に達した。グラスは3部作のオペラの第一作である、浜辺のアインシュタイン・アインシュタイン・オン・ザ・ビーチをロバート・ウィルソンと共に制作した。3部作は、 マハト・マガンジーの前半生と、その南アフリカでの経験を描く、サチャグラハ、アッカド語、タナフのヘブライ語、古代エジプト語及び、長州の言語による力強い歌唱と、オーケストラが共演する、アクナーテンへと続いていく。演劇作品へのグラスの作曲には、グラスも参加して1970年に結成された演劇集団、マブー・マインズのために書いた作品が含まれる。 デビット・ボーイのアルバム、ロー及びヒーローズに収録されたインストルメント作品を、自身のローシンフォニー及びヒーローズシンフォニーで、オーケストラ化している。また、エフェクス・ツインとも共同で仕事をしている。詩人アレン・ギンズバーグ生誕90周年を記念して、行われる、ザ・ポイット・スピークス・ギンズバーグへのオマージュにて、パティ・スミスと共演している。また、グラスは、多くの映画音楽を書いている。 その中には、ゴッドフリーレシオの実験的なドキュメンタリー映画である、カッチ三部作、コヤニスカッチコヤネスコッチ、ポアカッチポアコッチ、ナコイカッチナコイカッチ、エロールモリスの、時間の短い歴史ーショートヒストリーオブタイム、キャンディマンキャンディマンまた、マーティンスコセッシュの、クンずンクンズン、めぐりあう時間たちザアワーズがある。詳しくは、フィリップ・グラスの楽曲一覧を参照。 弦楽四重奏曲、ありがとうございます。